こちらが株式会社ナックの社屋になります。昨年で、40周年を迎えまして、今年41年目に突入しております。では早速工場の方にどうぞ。さあこちらがナックの方の、 事務所になります。看板娘が2人いますのでどうぞ。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。お名前は？宮川です。かわいい声出してますよ今日は。お名前はチャンドンゴンだそうです。ほら、いつもの仕事風景出ます。出ますよ。ちょっとお待ちください。出ますよ、放送入りますよ。さあ、放送入りますよ。部長一番電話です。部長一番電話です。聞きましたか、今の美しい声。部長から電話入った模様です。部長そこにいますけど。以上、事務所からお伝えしました。ありがとうございました。さあ、こちらが原料から製品までをトータルプレゼンテーション可能なビバーチェ事業です。さあどうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。あ、常務いらっしゃいますね。お名前は？酒井陽一です。年齢は？52歳です。52歳、いい年齢ですね。好きな食べ物ベスト3教えてもらっていいですか？ケーキ、プリン、チョコレート。これだけ甘いもの好きだという酒井常務、将来の夢はちょっと聞いてみましょうか。全国制覇です。全国制覇、熱いですね。以上、ビバーチェ事業部からお送りしました。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。続きまして網立ての方にご案内いたします。どうぞ。お、早速編み間違いでしょうかね。ほぐしてますよ。よく見る光景ですね。ダメだ。おお、あんま映しちゃダメだよ。あんまり映しちゃダメだよこれ。さあ、8ゲージ、12ゲージ、14ゲージが各4台ずつありまして、全部で12台あります。さあ、ここが、ニットの、柄組みですね。コンピューターで柄を組んで、それを編み地に起こして、できるんですけども、ちょうど今彼が仕事してるみたいなんで映しましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今何されてました？指示書を見てました。さあ、そしてひまわり娘、こんにちは。何ですかこのひまわりの台は？どうしました？これはいたずらですね。いたずらですか、はい、大好物は何ですか？大好物はひまわりの種ですね。はい、ありがとうございました。以上、ひまわり好きのひまわり娘でした。うちが誇る阿弥陀仏の紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続きまして、うちの整理加工セット洗いの方をご案内します。さあ、でこちらが洗いの現場になります。弊社の主任、佐藤主任です。こんにちは。こんにちは。洗いはもう彼が一手に請け負っております。なかなかこういう洗いの現場を見ること少ないんじゃないでしょうかね。洗ってます、洗ってます。これ何ですか主任？今ソーピングですか？縮汁ですね。ウール、重毛根などは、これで洗うことによって、風合い、これがもう格段に違ってきます。時間、温度、溶剤によっていろいろ仕上がり変わってきますんで、お気に入りの風合いに出会えると思います。先ほど洗ったものがこちらの乾燥に入って、乾燥から上がったものを、各パーツごとに分けて、これが、アイロンに行ったり、縫製に行ったり、するわけです。こちらが乾熱という機械になりましてですね、この熱いですね、トンネルの中が、200度近い高温になってます。
ここでまあ熱を加えることによってもう網地をまあ止めてしまうと、高温で加工することによって、シワにならない、もうねカバンにスッとシャキシャッて入れちゃったって全然シワならないですね。さあこれから乾熱をちょうどやられるということで見てみましょう。動いてますね。こうやって枠でセットしてふかします。これが俗にホフマンセットですね。これで、網地を一回リラックスさせることによって網地の目がきれいに整います。さあさあ流れました、入りました。この中で再度200度近い熱が加わりますね。おっと、おっと、もう一枚あって見れませんでした。さあこれが温度時間決められた設定の中で加工されたものが上がってきます。本来2人1組でやると非常に効率がいいんですけれども、こんにちは渡部さん、はい、1人で大変ですね。大丈夫です。大丈夫だそうです。はい、上がってきました。このシャリシャリ、これは、まあ、サマーニット寒熱ならではの具合ですね。では弊社の工場長を紹介します。こんにちは。こんにちは、工場長の田中です。工場長の田中です。年齢は？年齢は40、もうすぐ8になります。得意なモノマネは何ですか？得意なモノマネっていうか、まあ、昔から猪木さんが好きで猪木さんずっとやってました。ちょっと見てみたいですね。いいですか、振っちゃって。元気ですか？元気ですかっていうような、もうちょっとこうどんな感じで元気ですかというような感じで、まあ、高校生ぐらいからやってました。はい、以上、株式会社ラックプレス部でした。皆さんぜひ遊びに来て、くんなせやー、くんなせやー、待ってまーす、待ってるすけねー。じゃあただいまからナックの縫製の方を紹介したいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。だいたい20名ちょっといましてですね、平均体重が30代から80代、平均年齢が、20代から、70代ぐらいまでおりまして、縫製工場のキャパとしてはかなり大きなキャパでやってると思います。しょうこちゃん、ナック何年目ですか？2年目。若いですね。若いスタッフはここにも見ます。若いスタッフ、いくつですか？いくつですか？27。ちょっとサバ読んだみたいですけどね。こちらがチーフの石塚チーフになります。こんにちは。こんにちは。好きなタレントいますか？はい。誰ですか？エグザイルの高広です。エグザイルの高広、大好きなうちの縫製のチーフです。縫製部長です。こんにちは。こんにちは。お名前どうぞ。はい、お名前は？あ、万内と申します。こんにちは。休みの日は何されてますか？この前またパチンコで負けました。だそうです。好きな食べ物は何ですか？焼肉です。はい、今度連れてってくださいみんな。以上、縫製部からお伝えしました。はい、さようなら、バイバーイ。こちらがアイロンの舞台になります。どうぞ。皆さん、こんにちは。これちっちゃい。アイロン台が、全部で、15台。これも縫製に引き続き、かなりの産地ではキャパシティを
締めると思います。平均年齢は20歳から60歳、平均身長は130センチから170センチです。ライオンの副チーフ、イカラシーフです。こんにちは。どうも。ナック何年目ですか？13年かな。13年ですって、ベテランですね。見てください、このプリーツ、すごい手間かかってるんですよ、これ一本一本。これも成形編みでポケットまで編み続きになってます。すごいですね、母船の技術力は。うちの、部長の斉藤部長です。こんにちは。あ、こんにちは。年齢はいくつですか？48になりました。サバ読みましたね。はい、ナックに入って何年になりますか？30年、今年の9月で30年になります。30年、長いですね。じゃあナックの魅力を一つお願いします。そうですね、みんな家族のような和気、あいあいと時には厳しく、やってるところだと思います。ありがとうございました。アイロンからお伝えしました。ありがとうございました。株式会社ナックはニットでガッチリ。バイバイ。バイバイ。